あのインターネットやりながら、はい、あのタクシーの夜働いてる人、はい、夜勤専用の人、はい、あの人がうちにいたずらにした件で1回お電話してるものでです、ね、その件はもうあの犯人特定されたからもういいんですけど会社とかね、はい、その件じゃなくてね、はい、あの北二条通り えと西僕、西23丁目に住んでるんですけど、はい、し夜10時から朝の4時の間、はい、昨日、役に立つ無線にも言ってるんですけど、はい、もう2回言ってるんですよ、そこにはね、はいえー、うるさい車、通りが激しい、うん、日中並みに走ってる。 眠れない、はい、し昨日負けに警察行ってる、道警パトロール出てるし、それも動画で撮ってる、日師書動いてますから、交番と、そ、はいはい、して選択肢に言っといてください、夜中なのに車ほね全然他の通りもいないのになぜ、この北二条の、ね、細い通りを通るか、はいはい、人も客も乗ってないのに、おまけに飛ばしてきやがる。 その音がうるせえんだよ。で、俺はね。あのじいちゃんがあの天皇の内閣総理大臣から勲章もらってます。その関係上、政治家とつながりあります。それで俺札幌の市長とかね知事に連絡しようと思ってます。この件についてうるせえんで、俺もう7年8年。ここに住んであの今まで言わなかったけど、もうねいたずらされたりね。去年ね。 あのタクシーにオンあってさいつもさ俺お釣りジュース台とかさ必ず毎回乗るたびに上げてるにもかかわらずあのタクシーはちゃんとしてくれないんだね仕事看板背負って走ってるんだよそれなのにスピードをバンバン飛ばしてさ夜はいだからタクシーやられるんです客に蹴り入れられたり車の中で。 そういういねこういう一般から見てね赤の他人から外から見てこういう車の走り方はないと思う。して自分は夜ね寝れなかったらどう思うこれタクシーの人。逆の立場考えてみてくれ。北二条通りのねあの東西夜、ね、ここなんで通行さ車さ他の通りいないのにここだけ通るのこれルート入ってるでしょ近道の。 日中はね仕事だから仕方ないよみんな車はここ通るから下抜け道だから途中から太くなってるからさここあれなんだけど逆から行けばねあの東から西に上がっていけばあのここのちょうどねさくらんぼ公園のところは狭いんだよここ道がそれにもかかわらず飛ばすんだよ夜の,夜のくせに別に急がなくたっていいだろうね 他の道北1条だって北4条だって北5条通りだってあるだろうなんで北2条をわざわざ通らないといけないんだよなん何十台とかさ統計取って意味いいぞいあの3分に1台の割合で通るからバリバリうるさいんだよその通ると静かに走ってくれるならいいよ飛ばしていくからエンジン音うるせえんだよ信号あるから冬だってよ FR だからよタクシーって。 あのす,すごいバカだからゆっくり走、ね、アクセル踏んで進むんだらいいけどそんなアクセルふかしてさ進むわけねえんだよ。じゃ音もその音もうるせえんだよ冬になると空ぶかしタイヤの滑ってる音バカじゃない考えたってわかるだろうそんなあの勢いよくアクセル踏み込んだって進むわけねえだろう FR なんて。ねわかりますよねあなたに怒ってるんじゃないんだよ。 運転手にそれを言ってほしいの。えー、北二条通り夜中あんまりあの他の人も多分俺道路ギアだからあれだけど一般一般の家だってあるし他の人だって多分うるせえなと思ってる人いるよ。えー、うん。俺は代表して言うからね。これね。えー、いはい。でそれを逆に立つ無線はあの教会の方に言っときますって言ってるけど、えー、それ着てます？まだ,すまだ来てないですか？ 僕は警察2回言ってますこの件に関してはい、はい、して昨日も動いてもらってますはい、はい、だからあのー、もうちょっとね走るのはいいよ別にここね、はい、静かに走ってくれってゆっくり、ね、しあと昼間だって別に通ってもいいんだけどここ公園あるからちっちゃいね丸山幼稚園ってさあと保育園もいっぱいあるし子供いっぱいあの飛び出してるんだよ歩道とか、はい、して道路にも出る可能性もあるんで タクシー飛ばしてるからタクシーにかかわらず一般車もねいるけども非常に危ないんですよ、えー、ここ狭いからこの通りだここの丁目だけはえー、えー、25丁目までの間、えー、狭いんでだからここの道だけはなんとか夜だけでもいいから、はい、寝れないんでこっちね、えー、睡眠妨害で逆に訴えたいぐらいなんで。 はい、警察にも病院行こうと思って救急車まで呼んでますからね、僕ね。はい、だから、この通りだけなるべく夜静かにしてほしいんですよ、通ってもいいけど、それじゃなくて僕ね、あの自分で証拠取って押さえようとしたんですよ、初め、捕まえて、誰か1台さ、捕まれば、ここ収まるかなと思ったんだよ、静かになるかなって。でもさ、そういうのもやりたくないから、もうね。 やっぱりね、あのかわいそうだし。そで俺前昔日高塾ってゅうとこいたんだよ、日高五郎さんのところの。それタクシーの人みんな聞いてるでしょ、それね、日高塾ってね、ラジオ。だからさ、そういう面でもさ、やっぱりおすあのつながりあるんだから、やっぱり俺はタクシーにとつながりやっぱそういう面でもあるし、昔若い頃タクシー名古屋でさ一泊泊めるってもらった恩義もあるし。 だから俺はあまり大げさにしたくないんだけども、でもこんなに頻繁にやられちゃうと俺も眠れないとやっぱり言,言わざるを得ないんだよね。え、だからあの運転手の人に夜勤専用また夜勤者のここを通る人に言っといてください。わかりました。タクシーにお願いします。通る北一条だってね、全然北一条よりここの方が通るや激しいよ夜中。 えー、あんな北一条隣なのにさ北一条さすっごいガラガラなのになぜここ通るかだよね客乗っけて客の乗せて通る用事があるならいいけど見たら空車だよええー、空車がバンバン飛ばしてるからねおまけに信号あるしさ手前でもう分かってるんじゃない黄色になりかけそうになったらもう加速して黄色をぶっちぎっていくからね それも抑えようとしたんだ俺、うん、そして友達ねさんあのいやいやだけどちょっと夜俺車持ってないからあの追っかけてもらうようにそういう動画を上げ,た上げようとしたんですよね、うん、はい証拠取るために。はい、でもそれもちょっとやっぱりねその人だって捕まってもし免停食らったらやっぱり嫌だなと思って。 思思うと思うとから俺はは本当はそれで捕まって欲しかっかたの捕まえた捕まって反省してもらいたかったんですけどもでもやっぱりね職失ったらかわいそうだなと思ったからえだから俺はもうそこでここでやめるから僕は僕でもそういう動画撮るのだからタクシーもやめてほしいです静かにしてほしいですはい。 それじゃ僕は本当ね札幌の偉い人に言おうと思ってるんで僕の親戚ね OB ですけど開発局とか市役所勤めの人なんですよ幹部の人なんですよだからあの別に偉い人を言おうと思ったら連絡聞けるんですよ市のねあの政治でも僕は政治はあのつながりある人は一つグループあるんですけどはい だから言おうと思ったら何でも言えるんですよ。ええ、して教会の方に圧力かけることもできるんですよ。ええはい、でも僕はしないからだから,、はい、だからここの通り静かにしてほしいんですよ。他の鳥は知らないけど、はい、とりあえず僕は住んでるとこはう,しうるさいんで本当に。はい、抜け道だから。はい、だから本当本当お願いしますあの。言っといてください。 あの僕にいたずらしに来た人はもうね特定されたからその人はね、ええ、ちゃんとやってくれたんだよそうやってあの会社も突き止めてくれたんだよ。ええええ、だってタクシー、ね、の客をネタにしながらさ、あのー、生配信してるからね、ええええ、それをあのなんか特定されて上司に怒られたって何か言ってたけど配信,配信でねインターネットで。ええ だからそういうもう分かってるんでもしそれもし俺のとこにいただけたらもう警察動くようになってるからそれもね去年だけどはいだからもう特定されてるからその人もね西28丁目に住んでる人なんだけどはいあーっと車行ったら今ねやばいからあれですけどえー、っとどうしようかなだから言っといてくださいあのそのタクシーの,あのこの北二条通り他の通りは知らないですよ北二条通りの東西お願いします はい、すいませんでした。はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、失礼します。